ヨイタのニュースチャンネルです。今回はですね、クラウドファンディングに関して、路面電車で大成功しましたよという記事と関連サイトを合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい。まず記事はこちら、神奈川新聞神奈川からですね、路面電車帰郷プロジェクトクラファンを終了とあります。はい。では記事を読んでいきます。かつての小田原の市街地を走っていた路面電車を帰郷させるプロジェクトに取り組んでいる、小田原ゆかりの路面電車保存会は、車両の輸送費用を捻出するために始めたクラウドファンディングを終了した。目標額の500万円は開始から半月で達成したが、維持費用などに当たるためクラウドファンディングを継続し、9月25日の終了時には約838万円が寄せられたということで、これ有料記事となっています。つまり500万円の目標は、さらっと達成して、さらに、300万以上集めましたよということなんだそうですね。なかなか、かつてのこの写真、要はこの車両を小田原に持ってこようということみたいですね。はい。で、ヤフーニュースも転載されています。そちら、全文がありますので、こちらも紹介します。こちらですね。はい。で、こちらですね、クラウドファンディングは8月21日にスタート、9月4日に当初目標額の500万円に到達した後、ネクストゴールとして750万円を設定、これも22日に達成した。クラウドファンディングは別に107万円の寄付もあり、計約946万円が集まったということなんです。なかなかこう、活動としては大成功ですね。これだけ集まったということでして、はい。ですね。こちらですね、こちらがあのクラウドファンディングのサイトですね、当初の500万円の目標に対して結局843万5千円が集まった、まあ、それとは別にこの記事にありました通り、107万円の寄付があったということで合計は946万円が集まったという950万円ぐらいが集まったということなんですね。はい。で、まあ、こういったものはそうなんですけど、まあ、それは目当てというわけでもやっぱり返礼品が左右すると思うんですよね。で、まあ、こんな感じでありますけど、一番最後で5000円からですね、感謝の手紙、お披露目会の開催方法、オリジナルポストカード、オリジナルピンバッジで、これだけでもやっぱり252人の人から、ですから、まあ、これだけで5000円ですね、約、それで100万円、そうですね、100万円ですね、が集まったということですね。ですから、やっぱこのオリジナルのピンバッジというかポストカード、やっぱりこのあたりがですね、このオリジナルっていうのはやっぱりその、参加者の心をくすぐるんだと思いますね。で、あと、まあ、1万円ですけど手ぬぐいがついたりですとか、あとですね、もうリターン不要な方のやっぱりこの、まあ、どういう方が応募しないか分からないんですけど、リターンがある方でのこのですね、1万円コスト156人来てますけど、リターンがない人でも72円来て、で、ですね、この感謝の手紙とかお披露目会開催とか、まあ、そういうものだけでもやっぱりその参加してくれる人いるんだなというのがよく分かりますので、3万円ですとこれですね、オリジナルテレビですとか、オリジナル写真集、そういうのが作って、オリジナル写真集の名前に、写真集の末に名前記載、巻き戻し、まあ、そういうのでやっぱり、その鉄道ファンとか鉄道マニアのやっぱり心をくすぐられるんだと思うんですね。65人来てます。で、3万円でこちらですね、小田原さんの限定パッケージということで、ウイローがあるんです。まあ、こちらはやっぱり10人来てますね。リターン不要な3万円のコースで8人来てる。これやっぱりどういう方がちょっと分からないんですけど、やっぱり純粋に応援したいなという人なんだと思いますね。さらに5万円コースですが、こちら10万円コースですね。10万円のリターン不要な方にこちら2人来てるという、どういう方なんだろうちょっと知りたい気がします。でこの、まあ、10万円コースですと、このまあこれじゃポストカードで写真集と他に、記録 DVD ですとか、オリジナル記録 DVD の変動の名前を記載。で、小田原ゆかりの予選以外です、まあ、そういうのはやっぱり結局6人が参加しますね。一番高くなるのはこちら50万円コースですね。残念ながらこれは0人でした。で、まあ、お披露目会に関してはポストカード写真の話でして、記録 DVD のエンドロールの名前記載、オリジナル小田原ゆかりの予選以外は4万円相当でした。それは残念ながら0でしたけども、それでも10万円の方にこの2人と6人8人の方が10万円参加して、このオリジナルというのがやっぱりこの、まあ、参加者のこうちょっと出してみようかなっていう風になるのではないかなというふうには思いますね。こんな感じになります。はい。ちょっと戻りましたが、こういう感じ のかつてはこういう風になっていたの、これですね、こういったのをですね、これですね、ネクスト、こちらですね、この小田原市内のやつが、こういう感じなんですね。こんな感じで、ここですね。
長崎に保存されていたということですね。それが結局その、まあ小田原に持ってくるのに、まあ、500万円とりあえず、必要になったということで、これですね、約1000万円を超える大きな資金が必要です。これまでは有志で立ち上げた保存会のメンバーの自費等で活動を続けてきましたが、これだけで大きな金額となると自己資金から捻出がどうしても難しい状況ですということで、とりあえず500万円、半額の500万円を、集めますよという形で、まあ、今回成功したということですね。でその他こちらですね、小田原の路面電車とか経緯などがこうやって紹介されています。こんな感じですね。これですね、今から7年前、抹茶歴の先進地長崎で、市内路面電車のイベントにかつて小田原市内を走っていた車両が使われていることを知りました。これですね、それをなんとかこう、これですね、現役としては使われていませんでした。秋になる小畑車輪がそれらの実際の結婚で活躍しました。また外装は箱根登山鉄道時代のライトブルージに窓周りが山向きのこちらの通過に塗装されていた。こんな感じですね。でとりあえずそれをですね、現役に会社になるということで、なんとかドライに戻せないかということで、まあ、今回関係者が奔走したということですね。こんな感じになります。まあ、その一環で今回クラウドファンディングで、が行われたということで、まあ、目標の500万円を超える大きな金額が集まっていたということで、こんな感じになります。関係者からのメッセージも寄せられています。感じですね。ですね、やっぱり、このお礼目当てというのも、このリターン目当てというのもちょっとおかしな顔かもしれませんけれども、やっぱりそれがこの参加者の心をくすぐるのではないかなというふうに思いますね。これですね。あ、これも組み合わせですよ。これはこれでちょっと面白いものだと思います。はい。あとこの DVD というか写真集に名前が載るというのもなかなかそれはそれで、もう参加者だという実感になるんだと思いますね。はい。でそれとともにですね、この Facebook の方で、Twitter の方ですね、小田原ゆかりの路面電車、里帰りプロジェクトという感じで、こう、Twitter の方で随時報告がありまして、とりあえずクラウドファンディング成功しましたよの他にですね、こんな感じでその後の、現在のこう活動報告、こういった感じで、その後の、活動などもこういう感じで報告されていますので、こちらもぜひ興味深い方、追ってみてはいかが、興味がある方、追ってみてはいかがかなというふうに思います。こんな感じですね。はい。ですね、もう一回ちょっと、見ていきたいこちらですね、こちらですね、車両の維持費用などに充てるためクラウドファンディングを継続し9月25日の終了時には約838万円が寄せられていた。維持もそう、単純に持ってくるだけでその後の維持管理にもやっぱりお金が必要なんですね。以前も別のこの蒸気機関車の記事でも紹介しましたけど、とりあえず持ってくるだけではなくてその後の維持管理もどういうふうに維持していくかというのをやっぱり考えなくてはいけないんだと思います。そういった意味ではこの、保存会の方ですか、そういった活動とやっぱりこの長期的な視点を持って、単に里帰りさせるだけじゃなくその維持管理にもこのお金を準備するということでやっぱりこういう話、考えているんだなということがよくわかりますね。単純にこの、実際なんかには蒸気機関車を持ってきた、古くなったで廃棄するなんていうふうに、動いているところもありますけど、そういったところではなくやっぱりこの箱物と同じですか、持ってきただけ作っただけではなくやっぱりそのもの維持管理にも心を尽くしてほしいものだというふうには思います。はい。で今回紹介した記事ですが、こちら、サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、クリックして読んでいただいて、今後も何か活動を継続されるということですので、そちらの方に参加してみてはいかがでしょうか。はい。で今後もこうした形で、聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。